それでは開催にあたりまして磯崎副大臣からご挨拶をお願いします。どうも皆様こんにちは。副大臣を務めます磯崎と申します。よろしくお願い申し上げます。また今日は日曜日の大変お忙しいところまたお休みのところ貴重な時間を頂戴してお集めいただくところから感謝を申し上げます。まあ、今 の, この車田トークの出身地で説明があった通りでございますが、このように各省の幹部が直接皆様のところに意見交換して生かしていこうということでございます。今日は農林水産省でございますので、事業の多角化等を通じた農業経営の発展というテーマになってございますが、まあ、私の所管省です農林水産業にとっても大きな曲がり角にあります。まあ、農政改革の議論も昨年とかなり大変だったことはご承知いただいていると思いますし、林業の面、水産業の面でもいろいろやっぱり構造改革が今話になっておりまして、そこをどうやってですね、やっていくかということが今大議論になっております。まあ、そうした中でこの和歌山はですね、一般的な県はやはり米作が中心なんでございますけれど、ここはまあ、米の割合は和歌山は極めて小さくて、まあ果実みかんであるとか芋であるとか柿であるとか、そういうものを中心に農業をやっておりますので、またそのこういった農業お米中心の県とはですね、非常に違ったお話が聞けるんではないかと私も思っているところでございます。まあ、いろいろとそれぞれご苦労もあると思いますけど、まあ、基本的には今農林省の進めているのは、まあ土地の集約化、法人化、法則をやりつつ、まあ、農林産業化といって付加価値を高めるというようなことはどうしたらいいか、まあ、そうしてやっぱり儲かる農業にしていくにはどうしたらいいかということを今我々考えているわけでございます。まあ、皆さんもおそらく、まあ、いろんな観点はあるとは思いますが、そういった方向を目指しておられるのではないかと思っております。まあ、ただそれにはいろいろ問題もありますし、我々の気がつかないたくさんあると思いますから、そういうことを今日は期待なく皆様からお伺いいたしまして、今後も糧にしていきたいと思っているところになります。ビデオは出るそうですから、そう言われるとなかなか緊張されると思いますけど、まあ、私も、フランクでやりたいと思いますので、皆さんのご遠慮なくご覧いただければ非常に嬉しく思います。今日は短い時間でございますが、最後までどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。では初めに出席者のご紹介をさせていただきます。本日は、先進的な取り組みを行っている農業経営者の方としてご3名の方、新規就農者の方として2名の方、農業女子プロジェクト関係者の方として3名、それからこれらの取り組みを支援する農協の方1名にお集まりいただいております。副大臣の左隣から出席者名簿の順に時計回りでご紹介させていただきます。株式会社総和果樹園代表取締役社長秋竹真一さん。秋竹です、よろしくお願いします。次に株式会社南光梅ワールド代表取締役であり料理研究家でもあります竹口博子さん。竹口です、よろしくお願いします。株式会社伊藤園代表取締役社長の伊藤さん。どうぞよろしく。続きまして平成25年に就農し梅柑橘栽培をしていらっしゃる辻岡正幸さん。辻岡です、よろしくお願いします。平成27年に就農しブロッコリー、白菜、キャベツ等を栽培していらっしゃる松尾翔子さん。フラミツ農園で梅、みかん、カーネーション等を栽培しているフラミツ彩子さん。深山プランテーションでイチゴを栽培していらっしゃる木島貴子さん。木島です、よろしくお願いいたします。歩み農園にてパプリカ、ズッキーニ、西洋粉、サイカ等を栽培していらっしゃる西愛子さん。よろしくお願いします。 JA 有田、営農販売部営農指導課長である吉川俊之さん。吉川です、よろしくお願いします。以上が本日の出席者の方々となります。まずはじめに、先進的な取り組みを行っている農業経営者3名の方からお伺いします。秋竹さんからお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。座って
私、三田市でみかんの6次産業を行っております。就業のきっかけの方はもう古い昔、昭和38年東京オリンピックの前の年ですに農業を、みかん農業を始めました。まあ、その頃のみかん農業というのは非常に、まあ、生産者にとっていい状態で、まあ、他の産業よりも良かったというようなことで、私も全然その疑いもなしにみかんでみかんの農業やってたらバラ色の人生を送れるかなと思って就業しました。まあ、その後やっぱりこうみかんがすごいこう植えられて、西日本、特に西日本で植えられて、で私農業し始めてから5年後、昭和43年にみかんの大暴落があります。作りすぎで大暴落、そんなことがあって、それ以来もう本当にこう暗いトンネルをくぐってきたというような形でしたけども、まあとにかくまあみかん一筋でやってきました。生産者として40年ぐらいで、あと会社になって十数年ですね、17期目ですよ。そんな形で、まあ、ずっとこうみかんに関しての、まあ、要するにみかん一本の人生というか、まあ、そんなような形になってきてますけども、今こう感じることが、あ、みかんでやってきてよかったな、そんなに思ってます。みかんで非常にまあ充実した人生を送れてきたから、今年9月に、まあ、世代交代します。社長を私の息子に代わってやるようになります。まあみかんでよかったなっていうのは今感じてます。まあ会社の方なんですけども、まあ、会社の前身が昭和54年みかんの洪水の時でした。全国350万トン、60万トンであるみかんの時に7個の農家が集まって共選をしました。ちっちゃな共選でしたんで、とにかくおいしいみかんを作っていこうという7人の集まりでした。で、その共選、仲良く20人共選組合で続いてきました。そしてその子どもたち、まあ、ハウスみかんに取り組んだっていうことが非常にまあダメなみかんの農家の中でちょっとこう安定部分になるというようなこと でもっともっとこう今までやってきた農業と違うもっとこう夢の描ける農業を得たことで会社にしました。有限会社から始まったんですが、7個で会社を始めて、そこがやっぱり一つの大きな転換期、農業の転換期で、私らの農業の転換期であったと思います。そこからとにかく前を向いていこうというようなことで、学校に入ったり、周りの生産者のみかんを集めてやったりというようなことで、そこからまあ6次産業化に入ってきたわけなんですけど、やはり6次産業化といいますか、そのみかんの生産だけじゃなしに加工販売へ取り組むことによって、非常にこう幅が、まあ、もちろん幅が広いんですけども、そのまた生産だけやってるその 農業と違って、非常にまあ何て言いますか、こう面白い形が何て言うか、大きくこう開けるような、そんな感じ。そんな中で今現在ですけども、従業員が常勤しているものが64名になっています。まあ若い大卒の子たちも会社へ就職してくれるように、新卒の子が就職してくれるような形で、まあ、今後バトンタッチしても、まあ、その後継者の事業継承の方でも、やはりその一緒に今会社を初めからやってきてますんで、まあ私自身はバトンタッチするのもあんまりこうなんか不安っていうのはあんまりなくて、まあまあ見ててやられてるかなとは思ってますけど、そんな形でバトンタッチしていく、そんな形になってます。まあ、今後はその今有田みかんを原料にしてやってます
それをとにかくいろんな付加価値をつけて、実は昨年の12月28日、最後の日ですけど、その日に私とこの味搾りというジュースが、機能性表示食品、消費者庁の機能性表示食品に登録されまして、まあ、これをきっかけに、機能性を、みかんの機能性をめっぱいこう深く研究していきたいな。そして、まあ、みかんに丸ごとその形をつけて、もっともっとこうみかんが価値のあるようにやっていきたいな。で、加工の面で、またこの有田みかんを盛り上げていけるような、そんな形を作っていきたい。そんなことを思っております。以上です。ありがとうございます。まずは秋田家さんと伊藤さんからみかんの加工の話をしてるんですが、さっき秋田さんのプロジェクトを見渡していただきました。大分もですね、大分県のみかんですけど、大分のつくみっていうのはつくみみかんなんで、昔よかったんですけども、もう今はかなりなくなってきましたね。この前行ったらやはりその山が荒れてきたんで、どうするかじゃないですか。であそこもものすごく綺麗な段々畑してましたね。その石垣は綺麗なんですよ。ただもう草が生えると石垣が見えなくなるもんだから、だからしっかりその石垣を保存してどうしようかっていうんで、この場合はアジサイを植えようって話してきましたですね。まあ、それでもうみかんを食べなんだけど、まあ、例えば石垣とその綺麗なその景色がいいかなと、まあ、そうなって、まあ、その辺はいいんですけど、まあ、それに比べますともう、和歌山は羨ましい限りで、440年の素晴らしい、もう江戸時代その前ぐらいからの、第三次が羨ましいと思います。ただ非常に今伊藤さんの方が最後と物理的な話があったんですけど、結局最初の水産の部分があまり変わってないんですよね。結局だんだん畑に入っていかないとみかんが育たない、みかんが収穫できないと、そこの部分がなかなか今おっしゃったようにも魚のところやらなければならないから、なかなか渋谷ことがない。で、まあ、加工能力は大体監督とかのところはまだから相当あるようなんですけど、加工するには当然、原材料が非常にいるわけですよね。そういったものを加工するためには、やはり昔の農業の部分を潰さないようにしなきゃ、だから原材料がなくなれば加工しても、まあ、そこは一つ大きな課題があって、まあ、そこのところをなかなか労働集約的には難しいなという話はだったんだと、まあ、ちょっととりあえず感想だけ取っておきますけど、それから、影武さんの方からは南高梅は私は大体梅は紀州なんですけども、南高梅は私とも出入りをすると必ず入っておりますけど、まあ、今俺も素晴らしい話を聞きましたけど、結局長い間苦労したんで、最後会社も独立させて、自由にやられてそれでも非常に素晴らしいことだと思います。私も東京に自宅があるんですけど、普段住んでる公務員宿舎で、週末は大体地元に帰るんですけど、自宅に帰る月に1回ぐらい非常にうまくいってますからあんまりね、お互いに干渉しないで保証の場合もよくできると思いますけどね。やっぱりその海はやはりものすごくやっぱり周産の出ているのはネームバリューがありますからね、ますますバリバリ打っていただきたいと思います。それはそんな人には分からないありました。お伺いしたいんですけれども、先ほど、みかんで持ってきていて、よかったなってすごい素敵だなと思ったんですけれども、はい、まあ、どういうことが、いろいろ代表だとか、いろいろあっても、その、それでも今よかったなって思える、そのなんか秘訣というか、ちょっと長く続けられて、私まだ新規就任なので、その、
にもバラ色の人生歩めると思ってたやつが今になったらやっぱりみかん色の人生やなと思ってでまあすごいこう暴落してみんなこうげっそりした時期がやっぱりあったんです。まあ梅もね大きく暴落したっていうかそういう時あったんですけども、それはそれなりにやっぱり自分らでやっぱりみかんでやっていこうっていうそんな気持ちがすごいあって、そのこうなんていうかそういうことを思ってる我々世代の7人が一緒にこうやれてきたっていうのも結構元気づいたっていうものがあります。でみかんの冬のみかんは本当にこうあふれる状態で毎年あふれてたんですよ。でも夏のみかんって結構逆にこう同等用に使われるハウスみかん、まあ専業農家でやってきたものからとにかくまあ手間にもかかるけどもやっぱりハウスみかんいいよっていうような話で、それやってたらやっぱりすごい同等用に使われてて、燃料はいるんですけども、またその我々収納した時ぐらいの価格っていうかそのレベルに来たんで、あこれはいいなって、大体20年間ぐらいいいのが続きました。でやっぱり冬のみかんはやっぱり主体にやっていますけども、それよりもこう夏の週に大きいという形で、まあその自分にやっぱり私らのその次の世代ね、今40ぐらいのこうその世代がやっぱりもうお父ちゃん僕らもみんな農業せえへんっていう、まあ友達とかそんなことを言うんやって僕どうしようって言う時もあったんやけど、まあ工夫すりゃなんとかなるでって多分できるといいんだっていうようなことがまあ言えた。それがまあ今の7個の中の4人の後継者が育ってきた。まあその時期やってたんですけど、やっぱりみかんもちゃんとこう一生懸命作ってたらやっぱり答えてくれる。特にねハウスみかんがねすごいそういう感じがあったんだ、まあ、きちっと栽培することによってその見返りが大きい。冬のみかんっていうのは各年結果ってこうみかん今年になったら来年不作みたいなそんな代名詞あるんですけども、ハウスみかんだったら毎年その路地のみかんの収量よりも 1.5 倍ぐらいの収量が毎年取れるんですよ、やり方に。それともう一つやっぱりこう良かったのはハウスみかんも3分の1の人が儲けて3分の1の人がトントンで3分の1の人が損するっていう、まあ、そんなのきちっとやれば儲かるんだけど、ええから限り作ってるとやっぱりそうはいかない、そんな状態だったんで、余計一生懸命やるとやっぱり見返りが大きい。頑張った分だけいいことがある。そうなんです、そういうことですよね、はい、まあそんなことで今度はその7校で加工をやろう、あ会社にしようか、会社にしようっていうことで会社にしてたらみんなものすごい前向いたっていうか、やろうっていうようなことで、まあ6次産業に入ってからまたさっきも言いましたように、やっぱりこうまた夢の理解方が違う、そんな形があります。やっぱり理解でよかった。続きまして吉川さん。はいはい、今日はもう皆さん経営者の方ばかり来ている中でサラリーマンのような僕を来てよかったのかなというふうにすごく感じてるわけなんですけども、就業のきっかけということで、これはまあ僕の話をさせていただきますと、実は僕もみかん農家のせがれです。で、もともと昭和59年でした。59年に今の興津の昔の興津の試験所の卒業しまして、でまあ動機が不純で親父と一緒に百姓をするよりももうちょっとなんか仕事しようかなと思って、農協に入ったのが今まで来てしまってます。で、もともと有田におらんで、先ほど松尾さんですかね、小野田って言われましたけど、僕は海南の方の農協に就職しまして、で10年ほど経って、こちらへ戻ってきて今は、有田で、営農指導ということで、ここには就職か業じゃないということで書いていただいてるんですけども、もともとうちの部は、営農販売部ということで販売と
をやってるもやってるんですけども、僕の方は担当営業指導ということで、生産面のサポートということで、やらせていただいてます。で、先ほども皆さんの話の中から伊藤社長なんかもおっしゃられてましたし、秋田社長もおっしゃられてましたし、有田の場合もやっぱり非常に、農地が、耕作放棄地が増えてきてますし、で、後継者も不足してきているという中で、一体僕らは何ができるんやろうかということで、平成25年ですか、25年に、平成30年に向けて、農業としてこうしていくぞということをの進行計画を立てまして、毎年5年ごとでやりかえてるんですけども、それを立てまして、今、ありだとしたら、やっぱり、有田みかんっていうのが、やっぱり一番の、品目というか、有田みかんの産地でみかんが一番、生産農産物が多いので、で、その中で、8万トンから9万トンぐらい、9万トンぐらいはあるんですけども、10年後にもやっぱり7万5千トンぐらい、もう右肩下がりで下がってくるのはこれ否めない事実なんで、ただ7万5千トンぐらいで絶対止めていくぞということで、農協としてもいろんな取り組みをしているというところが現状です。その中では、先ほど言った新規農者の方のサポートなり、いろんなことも、やっていこうかと、今年来年に向けては、特にやっぱり担い手が減ってきているという中で、農業として何ができるのかということで、今、いろいろ考えて、人材派遣じゃないですけども、そういうことなんかも一回研究していかなあかんなということで、やっぱり進めてきている。で、農地についてもやっぱり農地を少しでも残していこうということで、減ってきているのはもうこれも事実なんで、ただ有田側の両岸 の、ただ基盤整備が進みにくいんで、みかん農地としては非常に作業がしにくいんですけども、逆にみかんとしたら、やっぱりいいみかんが傾斜地はできますので、そこら辺はやっぱり非常に残していきたいなということで、今、取り組んできてます。で、要望というとあれなんですけど、特に今言いましたけど、みかんの場合は傾斜地がいいものできるところが、やっぱり傾斜地は作業がしにくいということで、大きな水田をガッと行ってしまうというような大きな基盤整備はできないんですけど、モノラック、園内軌道なり、スプリンクラーなり、園内中の作業道なり、園内道なりということで、今も、国の方からも事業でサポートはいただいているんですけど、特に今、これのは継続をお願いしたいなというのが、まず第一の要望ですし、で、会食なんかも、かなり有田は古い産地なんで、古い木も多いんで、そこら辺も若返りもさせたいと思うので、そこら辺がやっぱり継続というのは、やっぱりお願いしたいなというところです。で、それでは今の4名の方々ご発言に関しまして、ご質問なりご意見なりございましたら、ご意見をしていただければと思います。一つ、新しいのは、我々はやっぱりその農業の承継ができにくいのはどういうことかということで、やっぱり考えるのはやっぱりそのため所得の向上を図らなければならないというのが最大のテーマで、今日聞いた話と、親の世代から引き継ぎがうまくいってないという話は新しく聞いたんで、ね、それ一つ参考になると思います。ただ、秋田さんのところはもう41歳だよね。はい、41歳。41歳のご長男にも社長になることが決まっているという、なかなか潔く、はい、言いづられたんで、それはまた、もし話があったら教えてください。それから、戸上社長があったの、農業研究が一応その、新規就農者だけでなくて、現職でもいいらしいんですけどね、運用上、ちょっと、皆さんのところでどうやってるかまだ知りませんけどね、いい話だと思います。まさにその農業をやってる、若い人だけでも、年配の方でもいいけど、集まって、議論して悩みを交換し合うという場は、本当にいいと思いますから、ぜひ支援したいと思いますので、やっていただければ、いいのではないかと。それからまた、レストランと提携して、新しい価値の提案をするのが素晴らしいことだと思いますので、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。ひいまさんのところも確かにあそこは私も30年前に和歌山市役所勤めてましたんで少し土地勘はあるんですが、左側がちょっと大体分かりますけど、ハウスを建てるところと違うというのはやっぱりその平らなところがないしいいんですか。で平らなところ見つかっても今度はお水がないと困ると、大体和歌山はあんまり平らなところないんですよね
あのそばにちょこっとあるぐらいで、本当に今の今のことらしいけどね、ほとんど山ですからね、その辺がやっぱりちょっと僕らと違うので、確かにみかんもあのというか傾斜は今おっしゃったように私からなんていいんだけれど、やっぱ楽なのは平地ですよね。平地でやるとったら水が抜けないと水っぽくなるんですね、みかんが。だからハウスにしたり、なんかシートかけたりということのようですからね、なんかやっぱこういう風にしかないから、水があっても困るし、なくても困るし、そこがやっぱり、ね、農業の大変なことだと思うんですけども、まあ、ぜひともその、農場を守りたいというふうに思っていただきたいと思います。西さんは、言われてますね、ご出身に。このまま料理と野菜を中心に、新しい、なんとか販売とか野菜を作ろうとか、それとも、ここかな、紀州のオレンジありますか、はい、ぜひとも連れてほしいと思います。まあ、最後 の、まあ、就労給付金ですけどね、まあまあまあ、国もお金がないもんだからずっとやるわけにはいかないとは思うんですけど、まあまあ、5年経ったら一応初期は卒業なんで、ただ融資とかにできるんですよね。融資というと、まあ、嫌われるんですけど、今一応低金利ぐらいでそんな高いもんでもないから、まあまあ補助金の世代が終わったらですね、無理ない投資を少ししていただく、まあ、企業経営ってそういうことですよね。民間の普通の企業でも農業以外の企業でもどこの投資なんですね。金があってやってるわけじゃなくて、最初はやっぱりこういう銀行にこういうことをやるという提案をして、そしてお金借りてやるということだと思うので、まあ、そういうことも日産の方が十分に大事だと思いますので、具体的なことで、そのまま融資を受けようと思って、岩出市は、農業市町村ではなくて、結構その新興住宅地の方を、まあ、やめて、まあ、家が買っていくような地域で、市に相談に行くと、あまりこう農業に対して、もうちょっと話し聞けるというところがあったりとかして、で、ちょっとポイント制なんですね。融資というかいただくのに、でその前になんかポイントが低いって言われて、でそれが一つはその市町村によるっていうところと、あとその所得で売られるっていうのに、収入はまあまあ で結構経費もかかってしまうっていうのは、結構ハウスとかを建てるとその建築費用が大きくなって、ほぼ所得が上がらないような状態になった時に、なんかうまいことなんていうんですかね、そうこれから発展させていくために、ハウスとかを建ててるんだけど、その、所得を上げようと思ったら、まあ、収入ももっと上げないといけないんですけど、なんかうまくいかないなっていうところがあって、今の趣旨になったんですね。いや、今で今私が言ったことがちょうだった、あの経営の融資なんかもね、評価の元に任せてもらって どう思われますか。融資のことは思うとやっぱりやってないから、同業の指導立場だからね、はい、時々そういう話があってて、我々なんかもよく話聞いてくださいぐらいのことは、なんていうか助言することは絶対ダメってことはないと思いますので、もしあれだったら個別にお電話いただければ、個別で検討させて、いただきたいと思います。で、吉川さんのところはみかん、実家のみかんの方でやってるんですか。まだ兼業農家でできる範囲まで減らしましたけど、まあ、自分もみかんは作ってます。さっき言ったように、もう全国でも360なんとあったのが80になるんですけど、さっき動いてるなんか本当にビビったるものになってしまいましたけど、やっぱり伝統なるみたいですからね、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。まあ、ちょっと
それでは感想に、じゃあ、皆さん。ただ想像ですけども、こんなことここで言っていいのかどうかわからないんですけども、行かれたとこはそういうところは多分あれだけど、ごく一部やと思います。本当にもう明らかに違うな、国の人にちゃうんですかね。風車のとこ行きませんでした。いや、ちょっとなんですけど、結構見晴らしのいいところですか。そうでしょ、バスが入れるような道ってあそこぐらいしか有田の場合もないと思いますので、僕らも実はもうこのこと言ったらですけど、県外から九州とかの視察とか来られた方案内するんですけども、ほとんどそこへ行くんですよ。それなんでだったらバスが行けるところがそこしかないんで、そこへ行ってしまうんですけども、だからもうほとんどやっぱり他の山っていうのはやっぱり、軽トラで行くか、軽トラが行き違えるぐらいの場所、広くてもそれぐらいですね。はい、それも、まあ、ただそのところどころ行き違える場所を作ってるとか、それぐらいの濃度です。その普通に自由にこう行き違えるところ、本当に少ないです。うん、はい、でしょ、なんかキーパイロットってパイロットの方はまた全然別です。それはもう後から見るとなんと、それと山を潰して広くしたので、自由にやれるわけなんですけど、もともとの農地を持ってて作りをされているところの方は全部やっぱりものすごい傾斜ですので、自分に一人が上がっていくのも大変ですけど、車も慣れたら行きますけど、やっぱり私とこはアルバイトの若い子を雇っても車ほど落ちられたことはあるんですよ。それで4人乗ってたのに無傷で、車だけ残れとるのも使えないようになってでも不幸的な災害でしたけども、そんなことがあるのでものすごく怖いところなんですよ。でも先祖が残した畑を結構そこまで行ってしまうと広くあるので使いますよね、どうしても。行くところはね、もちろん補償整備できないことないんですけど、まあ、今日も話したんだけど、果実の場合はちょっと移植せないといけないので、そこだけの工事がうまくできないんですよね。やっぱりちょっとこう上と下少しこうやらなきゃならない、区画整理しないとなかなかできないので、そうすると移植とかなんとかあるとちょっと2、3年前に休まってもならないようなこともあるので、そんなのもあってなかなか進まない。
ちゃい時よりもね。今日は危険の担当者も来てますから、大きい声で言ってくださ、はい。1月っていうことはね、僕も常々ずっと思うんですけど、普通の道もそうですけども、でまあ、園内道しかいい、あの道がついて車が入れられるっていうことは、その何もかも省力化で楽になるんで、まあ、あのスプリクラが悪いって言うんじゃないです、スプリクラだけやってあれば防御の防御と感染の省力化しかできないっていう話で、やっぱり道が入れる人が全て省力化できる、やっぱり非常に、ね、そこはいいとは思いますね。さっきあげたけど話をしてるけど、やっぱりそこに行ってちゃんと見ることがやはり農業ものすごく大事で、一なもの作ろうと思ったらほっといたら必ずあのいいのできない、いい回数できないっていうか、あの、まあ、林業もそうなんだけど、農業も確かに、まあ、農道っていうんじゃなくて、まあ、農作業道だと思う、これもやっぱりもう少しちょっと日本はその辺が遅れてるし、和歌山だけで九州の山が多いんでね、なかなか大変だけど、そうするのも大変だけど、だからこそ現場に一緒にいるんだということ。それからその新規就農者もそうですけどね、我々の会社にもやっぱり農業を終えたり、ね、就職したりとかいう若い頃に大学卒業して、で、まあ、そういう人を優先的に雇うわけですけどね、なかなかその農業の経験、まあ、あの会社栽培は一年に一毛作ですけどね、で5年やっても5年の経験しかできるだけその早くうちに刺激が欲しいんですよ。だからまあ全国の通行者とか、まあ徳島間の公園とかね、そういうようなをまあたびたびやっていただいて、それを普通に刺激を受けて、農業も面白かったからね、でそういうことを。まあ、組織なくてやっていたりとか、だいぶその力になっているので、そういうのを非常に素晴らしい経験だと思いますので、我々も支援していきたいと思います。そうですね、まあ、7部屋の中心ですから、まあ、経験はもう深く理解してみて、その経験をね、発展するばかりないわけです。また一緒に仕事をさせてもらうと、まあ、教えてもらう、そういう人に教えてもらうよりはね、まあ、ニットで計算したら、まあ、1万円では済まんわけですから、ね、そういう人は、まあ、知識も経験もありますから、それだけの値打ちがあるんでね、やっぱり2万3万あるというのはね、十分なその力があるわけです。だけど、まあ、小さな企業でそんだけの物を払えないということがありますので、ね、そういうその半分でもその補助とかいうものがあったらね、もっと若い人はそのやりたいという気持ちがあってもね、毎日草を刈るばっかりやってたら、ね、空いてくるんですよ、ね、そういうところがあったらね、もっと刺激になると私もいつもお父さんの農業ってその経営の最たる部分だと思うんですよ。製造して、販売していくのなんで、それってすごく思うんですけども、あんまりそういうことを考えている農家さんがいなくて、でもこれって、ほっとくとどんどん弱体化していって、でそこに対して補助金していたりとか、収入補填していたりとかって、それも本当に弱くなってくるって、私はすごい心配してるんですね。だから、ちょっと思ったみたいに、お金じゃなくて、その知識だとか、仕様だとか、報酬だとかっていうのをちょっと周知してもらったりとかしていっていただいた方が若い人は結構ありがたいんじゃないかな、実はというふうに思います。それもしてる通りだと思います。それを深いように見たりとか、ちょっと今、収入保険のところに行ったら少しでも出して、まあ、今度の国会に出しますけど、いろいろ党内にも議論があったんですが、青色申告義務付けるんですね。でこれは、まあ、農家に全部青色申告がないんじゃないかという意見が党内に随分あったんだけど、やはり少しやっぱ経営意識をね、農家の人は強く加えたいということで、収入保険に入るためには青色申告、まあ、最初5年という意見があったんですけど、まあ、5年に最終的にするんですけど、まあ
5年も待ってからであれだから、まあ、とにかく初年度の1年間というか、1年間、青い新聞に通知をつけていただいたら、はい、一応開示できますと。まあ、あの既存の補助金も、残しますけれども、これ選択的にするというか、経過時間は設けますけれど、やはり農家もやっぱりその、貯蔵ぐらいは長いよと、青い新聞ぐらいの貯蔵がつくぐらい。それが今度は修理保険の要件にするということで、法律出す前ですけど、宣伝させていただきたいと思います。これもちろん大反対もあったんですけどね、まあ、いや、そのくらいはやってもらおうということは、まあ、まあ、押し切ったことしかないんですけど、まあ、そういうことをさせていただきました。ぜひ、活発にお話しいただいておりますけど、そろそろ時間が来ましたので、すいませんです。この辺りで、意見交換を締めさせていただきまして、最後にこれまで のご議論を積んで、ご感想をコメントを副大臣からいただきたいと思います。はい、もう改めて、今日は本当にいいお話、いろいろいただきました。我々が気がつかないように、さっき最初言いましたけど、家族の中の問題とか、結構これは重要かなと。やはり事業承継がきちんとできるようにしなきゃなりませんから、まあ、家族、皆さんのところも家族で中心にやってるんですけども、それももちろん大事ですけれど、将来的にはやはり、その中でも、その新型の新聞学会が働いていく、そういう農業の中で、ね、若者の参入を入れてるんじゃないかと一番大事なことであります。まあ、今すぐは無理ですけど、将来的には、職業者になれればいいなと思ってるんですけど、農業の分野でね。すぐにはもうなかなか厳しいとは思いますけど、大体法人だったところは今の 1.5 日ぐらいでなんとなくなっていると思いますから、そういう方向も目指しつつ、家族も大切にしつつ、職はやっぱり日本に人間にとって一番大切なものじゃないですか。こうやって家族を守っている皆様がおられることは、やっぱり非常にありがたく思っております。今日は時間がありませんでしたので、それぞれ県庁、県庁、それから農政局の担当者がおります。ご意見をいただければですね、一つ一つ丁寧にお答えしていきたいと思いますから、今後とも、皆さんの素晴らしい農業の発展とともに、日本全体の農業に対しても、ご支援を与えていただければ大変ありがたいと思います。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。